今日は何で遊ぼうかな。あまり危ないことはしちゃダメだからね。大丈夫だよ、ルイは心配性だな。必殺ゴンジアルティメットブランコキック。あ、ゴンジ何してるの。おう、ペケルイ見たらわかるだろ、必殺技の練習だぜ。最近公園に悪者がいるらしいから俺がやっつけてやろうと思ってさ。そしたら俺は町のヒーロー、レディたちにモテモテ間違いなしなんだぜ。あはははは、必殺技いいね。ブランコを使ったかっこいい必殺技ができたから次はジャングルジムで。ってあれ、ジャングルジムどこ行ったんだ。なあ、ジャングルジムはなくなっちゃったみたいだよ。なんだって。今はもうない。公園にある遊具6000。ジャングルジムって何。ジャングルジムは鉄の棒を組んだ箱みたいな形の遊具だよ。子供の頃によく遊んだぜ。なんでなくなっちゃったんだ。ジャングルジムは子供の運動神経や筋肉を発達させることを目的に設置されてたんだけど、けど頭をぶつけたり落ちてしまう事故も多くて危険だってことでなくなったんだ。そうなの。せっかくいろんなところから顔出して相手をビビらすゴーンジひょっこりフラッシュができると思ったのに。何その必殺技。ジャングルジム。ジャングルって木がいっぱい生えてるところだよな。なんでジャングルなんだ。ジャングルみたいにたくさん木があるトレーニングジムをイメージしたのかもね。危険度 30%。 他にもなくなっちゃった遊具ってあるのか。うん、いっぱいあるよ。例えばぶら下がり式シーソーもそうだね。これは2人でそれぞれ両端の持ち手を掴んでシーソーみたいに遊ぶ遊具だよ。楽しそう。これは人気だろ。なんでなくなっちゃったんだ。それがね、このシーソー2メートルくらいまで上がっちゃうから、どちらかが急に離したりすると反対側の子が落っこちたりして怪我をしちゃうんだって。急に落ちたら怖いもんね。くそー、その遊具があれば悪者を高いところで捕まえるゴンジ高い高いができたのにな。そこまで高くないって。ぶら下がり式シーソー、僕もこれで高い高いやりたい。いいけど危ないからダメだよね。危険度 80%。 他にはないの。あるよ。さすがルイ、どんなのだ。これはコーヒーカップ。真ん中のハンドル部分を回すと乗っているコーヒーカップの部分も回るんだ。遊園地のコーヒーカップみたいだな。楽しそう。でもね、実はこのコーヒーカップハンドルに腕や手を挟んで大怪我する事故が何度も起きてなくなっちゃったんだ。それは痛そう。もしあれば高速で回して悪者の目を回すゴンジハイパースピンスピンができたのに。それ確実に自分も目が回るよね。コーヒーカップ、葵ちゃんと乗れたらいい感じになれると思ったけど、そんな危ないなら絶対に乗せられないぜ。危険度 70%。もっとないの。それじゃあ登り棒は。お、登り棒は知ってるぞ。登り棒登るの。そう、登り棒は木登りみたいに鉄の棒を登る遊具なんだ。腕や足の筋力を鍛えるのにいいとされていたんだ。そうなの。でも足をかけるところもなくて鉄の棒なんて登れるの。コツさえつかめば意外と簡単なんだぜ。そういえば最近あんまり見かけないな。登り棒は高いところから落ちる危険があるからって理由でなくなっちゃったんだ。高い位置から安全に悪者を観察できるゴーンジ高みの見物には使えないのか。見張らないで見物しちゃってるじゃん。登り棒、登るときはいいけど降りるときが怖いよね。危険度 80%。 そういえばさっきも乗ったけどブランコってどこも同じような感じだよな。そうだね。たまには変わったブランコ乗ってみたい。なんか面白いブランコってなかったの。それなら箱型ブランコかな。普通のブランコとは違って何人も乗れるブランコなんだ。一緒に乗れるの。みんなで乗ったら楽しいね。みんなでブランコを漕げばパワーも何倍にもなるしな。そういう無茶な乗り方をする子がいたから箱型ブランコは事故が多くて撤去されることになったんだよ。それさえあれば箱型ブランコを協力して漕いで友情を育てるゴーンジ昨日の敵は今日の友を使えたのに。いや、悪者がどんな状況だと一緒に漕いでくれるの。箱型ブランコ、みんなのパワーが合わされば空までだって漕げそうだぜ。空まで漕いちゃダメだって。危険度 70%。ジャングルジムも変わったのなかったか。あったよ。どんなどんな。回転ジャングルジムって言ってボールみたいに丸くて回る遊具だよ。楽しそう。これも事故が多くてなくなっちゃったんだよね。そうなの。残念、フル回転で悪者をやっつけるゴンジローリングダイナマイトが使えたのにな。だからそういう使い方がダメなんだって。回転ジャングルジム、中に入ってくるくる回るの楽しそうだね。危険度 100%。 そして仕方ない、今ある遊具だけで悪者と戦うしかないか。わ、悪者ってあの人じゃない。何？ひっひっひひ、この看板を立てて公園を犬のうんちだらけにしてやる。そんなしょうもないことを。こうしちゃいられない。あ、ゴンジそこまでだ。
誰だお前は。俺はこの町のヒーロー、ゴーンジ・ハヤト。だがしかし、悪者に名乗る名前はない。めっちゃ名乗ってる。悪者め、行くぞ。ゴーンジ・シューティングスター。説明しよう。ゴーンジ・シューティングスターとは、滑り台で高速にスピードアップして飛び蹴りをする最強の超必殺技なのだ。だから危ないってば。ほら坊主大丈夫か。ゴーははしゃぎすぎて痛い目に遭いました、マルト。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しない。